西アフリカコビトワニはクロコダイルかコビトワニ属に分類されるワニの一種。本種のみでコビトワニ属を形成する。特定動物。別名西アフリカ小型ワニ。自然に生息するカキの諸国は概ね、西アフリカ南部と中部アフリカ西部のギニア湾沿岸諸国に該当する。アンゴラ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、コートジボワール。 コンゴ共和国、シエラレオネ、セネガル、中央アフリカ共和国、東ゴ、ナイジェリア、ブルキナファソ、ベナン、リベリアコンゴ民主共和国固有アッシュ最大全長200センチメートル。興奮は短く基部の1から1.5倍で、隆起がない。また、興奮の後端が切れ上がる。首輪盤は4列。体色は黒褐色。後方の葉は球状で、 硬い獲物を噛み砕くのに適していると考えられている。水かきは孔子で後の半分ほどまである。全長 150cm。興奮は基部の1から1.5倍。粉単は反り上がらない。全額骨と上顎骨の方向線はアルファベットの W 字上。全長 200cm。興奮は基部の1から1.3倍。粉単は反り上がる。 全学骨と上学骨の方合線は、アルファベットの V 字状。クロコダイル科の中でも、原始的な形態を残した種とされる。クロコダイル科では珍しく、性質は温和でおとなしい。熱帯雨林内の渓流などの淡水域に生息するが、元足は海岸で見られることもある。陸生傾向が強く、陸上でも飛び跳ねるように俊敏に走行することができる。 食性は動物食で魚類、カエル、甲殻類、貝類などを食べる。繁殖形態は卵生。元足は6から8月に塚状の巣を作り、1回に約20個の卵を産む。生息地では食用とされることもある。開発による生息地の破壊、食用の乱獲などにより生息数は減少している。日本では 恩師上野動物園で飼育され、繁殖も行われている。ペットとして飼育される場合もあり、かつては日本でも流通していたが、現在ではほとんど流通していない。ありがとうございます。